インテレビジョンアミコ。レトロゲーム機の復刻ブームに沸く2018年に突如発表され、海外で話題になった家庭用ゲーム機。1970年代に300万台を売り上げた大ヒットモデル、マテルインテレビジョンの後継機はいかなるものか。今回のゲームグラフィック TV は、このインテレビジョンアミコを見ていくことにしよう。初代インテレビジョンについては、これまでに何度となくゲームグラフィック TV で解説しており、今さら詳しく説明する必要はないだろうが、1979年に試験販売という形でアメリカの大手玩具メーカーマテル社から発売。2年後の1982年には、日本向けにバンダイからローカライズ版が発売された。地味に、世界初の16ビット家庭用テレビゲームとなるが、そこら辺全く洗練されず、ちょっと外装が豪華でやたら価格が高い、無造無造的な立ち位置で消えていくことになる。その後、マテルは廉価版のインテレビジョン2、グラフィック機能を強化したインテレビジョン3を開発するも、3は発売せずに終了。3も出てないのにインテリビジョン4を開発して、こちらも死産に終わった。その後、マテルのインテリビジョン開発スタッフが独立、マテルからインテリビジョンの権利を購入、 INTV コーポレーションという会社を起こし、 INTV システム3を発売。廉価版のマテルインテリビジョン2に初代の外装をつけた小手先後継機であった。その後も後継機やバリエーションを展開するものの、基本的に1970年代の設計のものは、ファミコンやメガドライブなどの化け物しかいない時代まで存在し続け、全く売れずに消えていくことになる。1990年代以降は、ソフトのみが PC 用でリリースされたり、復刻ゲーム機としてアットゲームズのフラッシュバックシリーズとして発売されたりと、存在感を決してたまるかと言わんばかりに生き続けることになるが、2018年、インテリビジョンのブランドやゲームの権利を譲渡されたトミー・タラリコという人物が、インテリビジョンの名を冠した後継機を企画していると発表。え、今更的なムードがレトロゲーマーの周りで漂う中、トミーはいろんなメーカーにインテリビジョンの権利をばらまき、最終的にインテリビジョンエンターテインメントという会社がハードの開発販売権を獲得。2018年12月、ついに誰も待ち望んでいなかったインテリビジョンの後継機、インテリビジョンアミコが発表された。そのスタイルは、一昔前にごくわずかに流行ったスカイプ通話専用機のようなシンプルなもので、コントローラー部分のデザインに微妙にインテリビジョンっぽさを感じるが、商品名を出さなければ何のゲーム機なのか、というかゲーム機にすら見えない独特のデザインセンスである。
ソフト供給はダウンロードによって行う今時の仕様。CPU にスナップドラゴン624とまた微妙な CPU を使い、OS に Android をベースとしたカスタム OS。メモリが 2GB、ストレージが 32GB である。完全に中華ゲーム機の様相だ。ダウンロード販売されるソフトは、アイレムのテンヤードファイト、ムーンパトロール、スペランカーなどの他に、スーパーバーガータイムなど、やたらアイレムのゲームが多いが、今、西暦何年だっけとめまいがするほど目頭が熱くなるラインナップである。ごさくしゃに紛れて R タイプだったり、アミコオリジナルゲームも多数発表されているが、完全に1980年代以降を切り捨てた微妙すぎるソフト展開を発表。ちなみに、インテリビジョンアミコに関して、さっきから一度も発売したと言っていないが、2018年発表から今の今まで全く発売される気配がない。当初、2020年10月の発売を目指し、2020年4月から予約開始。1万件を超える予約数を獲得したが、その後、インテリビジョンエンターテインメントのお家騒動が起こったり、タッチパネルの遅延問題で失格したり、過去のゲームタイトルのリメイクを制作するにあたり、新規のプログラマーを雇ったものの、思いのほか開発が進まなかったところに、例のパンデミックが起こり、ニッチもサッチもいかない状況となった。そのため、発売日を2021年4月に変更。お家騒動のすったもんだがまだ続いているとして2021年10月に変更。さらに2021年年末に延期したところで、世界的なチップ不足に巻き込まれ、最終的に無期限の発売延期となった。マヌケなのは、インテリビジョンアミコ用のゲームが先に完成してしまい、一部のゲームが本体もまだ発売していないのに普通に発売されてしまったけ。あまりにお粗末な展開に、最終的にインテリビジョンエンターテインメントがインテリビジョンアミコの商標を一度放棄し、その後もう一度取り直すという謎ムーブを展開。ハード開発は今も続いているようだが、2020年先に発売してしまったソフトを活用するために Android 用アプリアミコホームを発売。本末転倒である。彼らがなぜそこまでインテリビジョンに執着するのか、権利を買ってしまったからなのか、インテリビジョンが好きで仕方がないからなのか、もうオリジナルのゲーム機で自由に作った方がよほど早く作れたのではないかと思う。明記の光景は地に落ちていった。